はい、1週間が始まりました。本日6月7日朝6時14分の相場解説になります。まあ最初に言っときますけども、今週はバイの方でいけるんじゃないですか。バイの方で、じゃあね、画面を切り替えて順番に説明していきます。どうぞ。まずはこれはね、週足ですよね。1週間が過ぎましたので週足から見ていきましょう。ですね、なんかこんな話したような気がするんですよ。ここから始まったエリオット波動ですけども、第1波があって、第2波が来て、第3波が一番長くて、第4波、第5波で推進波ができました。あとは調整波なんですけども、こういう風に来て、まあちょっと分かりにくいですけどね、今こういう風に来たんで、あとはね、上昇に向かうだけじゃないかなと、ここを越えていくんじゃないかなっていうところですよね。移動平均線はどうですか。3本とも上にぐーっと広がってますよね。これはだから週あたりで上昇トレンドを示していると言っていいんじゃないかなと思います。ごちゃごちゃしたんですっきり書きますよ。こういう風な波が来てるんじゃないかなってことですよ。ズバズバズバですね。こうやって N を書いていくんじゃないかなと思っています。どうでしょうかね。はい、じゃあ次デイリーの方を見ていきましょう。デイリーの方はね、この前にお話した通り、お示しした通り、こういう風な上昇でフラッグを書いているように見えると思うんですけどね。それ以外にちょっとお話しすることはないかな。全体的にも右肩上がりじゃないですか。ここから始まってものがここで終わってるわけですよね、この画面は。だから右肩上がりができてるわけですよ。シンプルでしょ。で、次4時間です。4時間はどういうふうに見るかっていうと、まあ、全体的にここから来てるのがここで終わってるんで、右肩上がりでは間違いないかなと思うんですけども、大事なのはね、次はゾーンが出てくるんですよ。ここを割れないような、今ねローソク足になってます。上に行って下に下がるんだけども、ここに跳ね返って上に行ってるでしょ。また下に行くんだけども、このゾーンで跳ね返って上行くでしょ。また下に行くんだけども、このゾーンで跳ね返って下行く。それで大きな勢いをつけたダブルトップとも言えるこの下の下落なんですけども、結局こう突き破らずに上の方に向かってる。そして最後は下髭を出した陰線が今形成中だよってことなんで、これは上に向かう暗示だと思いますよ、ここまではね。で、1時間言うまでもなくなんですけども、これもだからゾーンですよね。ここに強いレジサポラインがあるんで、この壁を破らずに三角がだんだん大きくなっていくって話をしました。こうやってね、上に伸びる要素がどん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 増えてきたんで、こうなってるんじゃないかなと思うときに、じゃあ今伸びつつあるこのバーはここを越えて大きな三角形を作るのかなってところなんですよね。以上のような結論で、今週はバイで攻めていってみます。特に月火水とバイでとりあえずエントリーして、どのぐらいのものなのか試していって、後半でそれにブーストをかけてさらにバイを入れていくのか、反省してセルの方に回っていくのかってことを占っていこうかと思います。以上です。